浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。それじゃあ、姉御、俺たち、早速行こうぜ。待った。先月はスミレ売り焼きで消化体に、あんたら。今回チラシ。言い訳はいらない。俺たちを助けるんなら。こいつらに同情することはない。これは。そうそう。忍ぶ万が一、そしたらまたあん。じゃあ待って、チラス。それは食事をする人が、それと、いえ、はい、あとは神に祈るより、とにかく今思い返っ、やっぱもうこれ、このまま地獄へを助けて。ダメだ、神社だけはダメだ。あ、姉子、俺たち先に勘兵衛のじいさんに謝ってくるから。あ、そうだ。あと、こいつら普段はろくに走れないくせに。よりここはこらえてでも行くしかないのか。私も付き合いがない。あんたがいれば話もしやすくなる。あの神社にはとにかく一緒に。おや、わっぱではないか。うん、宮司様、責任を持って私たちがチラシを。宮司様、どうか。ああ、その件か。何せここは鳴神大社じゃ。あのような行為、重く言えば将軍、こういうのはどうじゃ。わらわは何時らのチラシを片付ける代わりに、何時が巫女として神社で一日お断りさせていただきます。ほうほう、即答じゃな。でも本当に良いのか。ふむふむ、わっぱよ、少し見ぬ間にずいぶん成長したようじゃ。確かに誰に弱みを握られようと構わないが、この女。わかりました。それでは一日だけ巫女奉仕さ。それから巫女装束は絶対来ません。ああ、それは残念。おい、なんであんたまで。まあそれでよい。神社には奉仕のやり方は分かって。ほう、急に身を翻すとは釣れないの。待った、わっぱも一日巫女として奉仕せぬか。わらわの神社なのじゃから。わらわ、それにあやつを一人でここに残していくつ。やっぱりあやつと一緒、特にわっぱの分は来た。
こんなリスクを負って本当巫女さん、今の巫女ってそんなに多様な。実は最近海外の商船に投資すれば友人の何人かはすでに報酬を得ていて、私しかしなぜか。でもここのおみくじ、神社のおみくじというのは大抵どそれって神様は明日もおみくじを引けって言うんですか。このような時間があるなら商船のことをもう少し調べてみてはいかがでしょう。架空の投資を作り出し短い期間で、しかし実際は新たな投資を前利益を享受している人が実際に存在すると分かれば、いいわ。海外の言葉を使って肝心な情報をごまかせば。そうなんですか。はあ、なる神様よ。軽々しく話に乗らず。そういえば以前神社、残念ながらその巫女さんはその。そうですか、それは残念でしたね。でも今は帰って。あ、そうですね。彼の友達も罠にかかったと自覚してくれたらいいが。そっちにも参拝客がいる。行ってみよう。視野が広がったからといって考え方も。巫女、今の巫女って、これは、はあ、僕なんか。ではひらめき。いや全く、きっと私の信心が足りないんだ。明日またお参りに来れば神様。各地を歩き回ってみよう。ひらめきというのをずっと同じ場所。確かに。もところでこちらの巫女さん、どこかで見たことがあるよ。いいえ、見間違いかと。顔認識能力の低下も、長い間誰とも交流し。そんなこともあるのか。今すぐ荷物を準備して旅。顔認識能力の低下は本当かって。おばあさん、少々お待ちください。うん、急がな。どうしましたか。あ、ちょうどいいところに来てくれました。今はお守りが足り、守り袋と紐は、はい。おばあさんを連れて長寿者に行きますので。あらあら、ごめんね。それより新しい参拝客が来たみたいだよ。早速行こう。こんなところに紐があるなんて。よし、守り袋を手に入れた。ナイフの紙札なら私も何枚でも。大丈夫ですよ。これで全部だね。じゃあばあさんに渡しに行こう。戻ったのですね。お守りは用意で。ナイフがまだですので少々。さあおばあさん。なる神様、どうか孫娘の。ああ、こういう時はきちんとした巫女が必要だから、私よりも稲城さんに任せ。凡人にはどうにもならない。それにお守りをもらった孫娘だってきっとば。結果から見れば私が気に食わないのは、いや別にそれとは関係ない。それよりあっちが。本当にありがとうね。来年ま。おばあさん、そうか。分かって、心配はいらんよ。そういえばどういたしまして。もう長い間神社。え、あら、そう、もしかして私ったら耳まで悪くなっちゃったのかしら。おかしいね、
声は以前と同じに聞こえたんだけど、あんまりしゃっ、はあ、とにかく来年ガンほどきに来た時にはまたあなた、はあ、ああ、ずっと前家の事情で残念ながら思い出という思い出はないな。神社から帰るたびにその後私は普段綿棒で顔をかく。さあ雑談は。引き続きみこんなに面白い人材やすやすと手放せ、逃すのは惜しい。仰せの通りにはいたしかねます。神社と八重堂の待遇は良いものですが。うむ、まあよかろう。何時を無理やりそばにの、ほらこれは約束しておった給料ですか。私は結構です。安心するがよい。あいつらが迷惑をかけてくれた分はこの給料を今受け取らないというならば、うーむ、誰にし、宮司様のお手を煩わせる。それがよい。わっぱはどうじゃ。そう来なくて。この包みは神社を離れてから開けるのじゃぞ。ここまで来たら大丈夫だろ。あの女はいつもあんな感じだ。中に入って。それじゃあ開けるよ。やっぱモラだ。いや、なんでもない。ただモラ、当たり前だ。自由はあんたの分は差し引かれてないから。もっと俺薄い。待て、何